はい、皆様こんにちは、こんばんは。今日もね、外食なんです。なんでかというと、働いてますから、ちょっとね、知人のお手伝いで働いてるんで、ちょっとしばらく夜は外食です。ここはね、土浦のマグロ市っていうところで、あー、いっぱいね、あります。このぶりかま定食と、あとでメニューご紹介しますね。はい、釣り合いはね、これすごいの、マグロカツ定食で、肉もあるし、刺身もあるし、そっちにすればよかったかなと思っちゃった。まずじゃあフライ食べてみましょう。なんでしょうね、これね、はい、これはね、満腹定食っていうやつです。これすごいよね。はい、いただきます。あ、重くて、おこちゃ、なんだろうこれ、なんだろう、鮭、鮭の揚げたやつかな、鮭の味がする、サーモンかな。うん、おいしい、おいしい。カリッとしててね、外側ね、サクサクで、中ふわっとしてる。いただきます。お魚の味がする。美味しいです。フライの後はご飯を食べます。はい、いただきます。ご飯美味しいですね。ご飯美味しいです。これね、定食の方はね、ご飯一杯無料って書いてあるの。おかわりしようかなって感じ、働いたからね。そうそう、これね、肉体労働したんで、おかわり、定食ライス、おかわり一杯無料、おかわりしようと。ああ、あと定食につくラーメンは冷やし中華に変えられますって書いてあるのよ。いいよね、定食にラーメンがつくんだって。それも冷やし中華になるの。これがね、今あの店員さんに聞いたんですけど、ほじって食べるらしいです。これなんだろう、満腹定食は煮魚って書いてあったんだ。なんだ、いただきます。はい、いただきます。うん、美味しいわ。なんだろうこれ、香ばしいわ。なんだろう、いただきます。魚だまあ美味しいからね、いいよね。釜か、おかまちゃん、いただきます。釜、うん、これはご飯が進むわ。これやっぱりご飯おかわりだなあとはね、お味噌汁と茶碗蒸しなんでね、ちょっとね、茶碗蒸しいただきますね。いただきます。うん、美味しい。すごい久しぶり、茶碗蒸し。本当は食後なんだろうけど、あったかいうちにと思って。美味しい、美味しい。あー、ここ当たりだね、ここね。うん、よかった。あのね、いつもおっかなくて、新規のお店にはあんまり行かないんですよ。なんかね、どうしよっかななんつって、結局やめちゃったりする。今日はね、まあ思い切ってきてよかった。いただきます。うん、漬物も美味しい。はい、はい、いただきます。